渡辺主勢は、日本の新体操指導者、スポーツ団体管理者、体操競技選手も経験している。第9代国際体操連盟会長、国際オリンピック委員会委員。2019年7月現在、イオングループのサラリーマンでもある、福岡県小倉市出身。福岡県立戸端高等学校在学時に当時、体操部に部員がいなかったので、 体操部専用体育館で仲間たちと遊んでいたら体操競技を始めさせられる。高校卒業後に東海大学体育学部へ進学し、在学中の1981年に交換留学制度を利用してブルガリアへ渡航、ブルガリア国立体育大学に2年間留学する。ブルガリア時代には同国の体操競技代表チームのコーチも務めた。 留学先のブルガリアは新体操の競合国であったこともあり、当時のブルガリア新体操代表チーム監督、ネシカ・ロベバに教えをこうと、世界トップレベルの新体操に魅せられ、間近に接した経験からこの魅力を日本へ持ち込もうと考え、大学卒業前に企業のコーポレートアイデンティティとして新体操教室を展開する企画書を作り、小売業界に コラボの売り込みをして回った。ジャスコからコラボじゃなくて入社しないかと誘われ、それを受けた。ジャスコへ1984年に入社。新入社員としてスポーツ事業部に配属され、早々、ジャスコ新体操教室の事業展開に携わり、最初の教室を千葉市の大木屋ジャスコマリンピア店に開く。同時に、ジャスコ新体操クラブ代表として指導者の立場から、 選手育成にも力を注いだ。2000年代のジャスコの事業、組織再編などを経て、イオンリテールへ転属となり、同社スポーツレジャー事業部へ、配属、2014年3月10日の人事異動で、スポーツレジャー事業部部長となった。イオンリテールが運営する、イオンスポーツクラブは渡辺が会長を務める、国際体操連盟での進行種目。 パルクールの教室も2020年までに始めている。2018年4月現在、イオングループのイオンリテール、スポーツ事業本部長。1992年に全日本、新体操クラブ連盟を設立。また、その上部団体の日本体操協会のフロントには、早い段階で入った。1996年アトランタオリンピック、2000年。 シドニーオリンピックで獲得したメダルがゼロだったことに、日本体操協会会長の徳田とラオが激怒。俺も辞めるから役員はみんな辞表を出せと、全理事を辞めさせる。徳田は渡辺に、新しい会長と役員を探して、新しい協会を作って2004年、アテネオリンピックではメダルを取れ、と依頼する。2000年、新会長には、ジャスコ副会長を退任したばかりのニキヒデノリに、 ついてもらい、千無理事はフィグリジの滝沢工治に依頼、自身は上無理寺に選出され、2009年に千無理事に選出された。組織改革は進み、2004年アテネオリンピックでは4個、2008年北京オリンピックでは2個のメダルを日本チームは獲得する。しかし、渡辺が本流の新体操は2020年現在、オリンピックでは 日本チームの獲得メダル数はゼロである。国際体操連盟においては2012年にメキシコクンでの連盟総会での役員回選で理事に立候補して68票を獲得して1位当選を果たし2013年から理事を務めており2016年10月に東京都港区のヒルトン東京をお台場で開催された第81次国際体操連盟総会での 役員改善では会長に立候補し、ジョルジュグルゼクトの選挙では100票を獲得して、第9代会長に当選した。2017年1月1日に正式に会長に就任。任期は4年間となる。2018年1月に発足した、日本アーバンスポーツ支援協議会の会長を務める。アーバンスポーツは、エクストリームスポーツの類義語で会長が、 ジャックロゲの頃から若者たちをスポーツに回帰させるため、国際オリンピック委員会が力を入れている、スポーツ分野であり、BMX、フィグのパルクールや2020年東京オリンピックの、新種目スケートボード、スポーツクライミング、サーフィン、3X3、2024年パリオリンピックの、新種目、ブレイキンラも含んでいる。2018年7月、 北朝鮮体操協会の招待で12から14日の日程で包丁した。同年7月20日、IOC 会長のトーマス・バッハは、スイスのローザンヌで開かれた3日間の理事会終了後に記者会見し、渡辺を委員として推薦をすることを表明。同年10月の IOC 総会で正式決定を図る。同年10月9日、渡辺の委員就任が決定。 同年8月9日、e スポーツの国内競技連盟である日本 e スポーツ連合の特別顧問に就任。同年11月8日、東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会の理事就任も決まった。2019年6月26日、ボクシングの国際競技連盟、相場の不明瞭な組織運営などを理由に、2020年東京オリンピックで相場に代わって、 ボクシングを主管することになった特別、作業部会 IOC、ボクシングタスクフォースの座長に就くことが、スイスのローザンヌで開かれた IOC 総会で承認された。ありがとうございます。